どうですか？あ、はいはい。なんか役に立つんですかこれ。はてきるしくろ。あ、そうなんすか。乗せますかじゃあ。はいはいはい。よいしょ。ありがとう。はい。じゃあこちらこそ助かります。ありがとうございます。はい。今日休みか。はい。たまには休みますよ。なんか商売やる。なんか食堂何やる食堂。食堂こっち上手だよ。広いし。場所はいいよ。いや、うちもやれちゅうやっちゅう、いや、やれんの。ここの後付けも山取り終わるから。ああ、そうなんですか。来ないよ、俺。ああ、そうね、頑張れ、頑張れ。ああ、ありがとうございます。はい、はい、気をつけて。暑い、今日も。まず1個目、郵便局あっちですみたいな。いや、映えるね、緑と一緒に。ほら、いいんじゃないかな。ここだけ見るとすごいいい感じだな。思えばこれ看板書く動画も撮っときゃよかったね。さあ、ドラム缶をもらってきました。ちょっと加工しようかな。ああ、今日これが届いたんだよね。Amazon で5700円ぐらいだったかな。煙がもくもくと出てくる。すごいね、これ。帽子を買いましたよ。いいよ。いやー、新品がいいですね。今切れるぜとかすごい使いやすいですよ。なんでそうやって、まあ、あまりお世話になってもまずいなと思って一応買ったんですよ。なんでこれ定額でいらないよ。定額でいらないよ。もう壊れますよ。壊れないよ。本当怖い道具ですよ、これ。新品だと思ってきたんですが、なんかなんかやってるんだな。募集だったから、そう、ドイツだから。あ、これドイツなんですか。募集はドイツだ。アメリカじゃないですね。あれアメリカだっけ。わかんないです。ボッシュは確かドイツかな。ドイツは楽しみですね。え、わかんない。日本よりです。今動画撮ってますんで、ここで先輩を嘘ついてましたね。アメリカ製でした、チーンみたいな。いいっすね。今石垣15万で出てますよ。あ、これすごい使いやすかった。初めてボッシュ使ったけどいいね。日本ではね、マキタ伝説が根強いけどおすすめです。